ガチンコファイトクラブ1期生、浜中潤です。僕は瓜田君って言われてですね。まあ、浜中だろ。はい。22年前に、ビンビールで引っ叩かれて、新宿の事件の次に。お前のことも引っ叩いて。はい。覚えてねえ。覚えてないですよね。だけど、大ちゃんを守った時に僕は行きましたね。富士の？はい。あの時お前いたの？いました。はい。覚えてないかもしれないですけど、あの続きをしたいなと思います。こっちになってる。はい。ちょっといいですか。じゃあ、浜中さん、よろしくお願いします。浜中、てめえ端っこ行ってるろ、この野郎。てめえのくせに喧嘩売ってきてんだ。喧嘩売ってねえよ。あの時のあれをやれって言ってんだよ。どう思ってんじゃねえか。え、ごめんなさい。滑舌直すけど。ボンズ君さ。